上運動食ブータニッピーようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらファミリーメーカーの柵のチップで燻製したうずら卵を食べたいと思います。どんなうずら卵なのかな、これは気になりますね。それでは、中身はこんな感じです。燻製されているというだけあってちょっと香ばしい香りがしますね。はい、それではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。燻製されているのでちょっと噛み応えと香ばしさもあるんですが、基本的には麺つゆのような出汁に使った美味しい煮卵ですね。パクパク食べることができてお手軽でしたので、ぜひ分け合うのにもいいかもしれませんね。でもちょっと味が染み込みすぎて強いかなという部分もありましたので、こちらも点数をさせていただき、濃い味が好きでないと難しいかもしれません。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武終焉。お楽しみいただけましたが、もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。